少し長い動画になっていますが、皆さんも伊勢神宮に行った気分になっていただければと思います。ではでは、始まり始まり。ここや。お待たせしました。近鉄特急をご利用いただきありがとうございます。この電車は賢島行き特急です。まもなく鶴橋に到着します。鶴橋の次は大和高田に停まります。あ、すごいな、ここの店。営業してんや、営業中って書いてあるわ。陸に到着しました。
お医者さん何年ぶりでしょう。5年ぶりぐらいでしょうか。記念館引き換えで得てもらいましたウサギ。あ、かわいい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。お医者さんすごいです。下宮に今入っておりますけど、平日でも人が割と皆さんいらっしゃいますね。今日は1月の10日、火曜日でございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。年男還暦ということで、今年はなんか翻訳だそうです。私しっかりとお参りしていきたいと思います。ではじゃあ、下宮が終わり、これから内宮の方にバスに乗って行きたいと思います。どうぞご利用ください。 IC カード持ち出したらタッチお願いします。下宮前からバスに乗り、およそ5分から7分ぐらいっていうところですか。あ、にゃんこ、にゃんにゃん、にゃ、にゃや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 。内宮に入る前に。おかげ横丁でまずは腹ごしらえをしてから参りたいと思います。以前にも立ち寄ったことのあるこちらわらじ屋さんで伊勢うどんと釜飯をいただきたいと思います。
てるよ。かなり柔らかめの麺で、味はしっかりとお出汁が効いていて、見た目よりも薄味で美味しくいただきました。月光から内部の方にやってまいりました。はい、一礼して。いや、天気が良くて最高でございますね。いや、飛行機を見るとすぐ追いかけたくなる。どこ行った？いや、内宮は風が強いですね。空気感がまた月空と違って清められてるというか、そんな感じがいたします。内宮でございます。すごいね、人が。また帰りに見ますわ。なんかすごいわ、もう内宮は神が宿ってるって感じするわ、うん、なあ。すごいな、ほんとこの中、この風、うん、素晴らしい。はあ、いいな。マスク外したんだ、ここはちょっと飲むから。うん。これはすごかったですね。樹齢何年ぐらいでしょう。
僕の身長よりもはるか上に根っこが素晴らしい木のパワーを感じました。あ、厄除けあるわ、一番、うん、あれやろ、一番手前の4つのやつなんちゃう。あります、すいません。よくあります。最初ちょっと音声入ってしまって。いえいえ、ありがとうございます。失礼します。頑張ってください。優香、すごいよ。なんか、丁寧に話しきやわ。お参りを終え、帰りはまたおかげ横丁でぶらりとしていると、いやー、おかげ横丁は猫が多いこと、かわいいでしょうね。気持ちよさそうに日向ぼっこしてましたわ。うん、かわいいな。気持ちいいな、気持ちいいな。うん、あ、開いてるんちゃう。え、これ、そう、あ、そうなんだ。伊勢といえばやっぱりこれでしょ、赤福。赤福本店に参りました。赤福餅を食べに入りたいと思います。先ほどお座敷に上がっていただくお席のご案内になりますね。外観が雰囲気良さげだったので入ってみたら、普通やった、うん、ごちそうさまでした。
あ、おった。来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 た来た。みんなにしてもらいたくて来るもんな。落ちないよ。落ちないよ。高牛。柔らかい。うん、美味しい。うん。さあ、今から大阪に向けて帰ります。大阪に帰ります。ありがとう、お医者さん。4時25分大阪に帰ります。帰りは無理じゃ。静か、グリーン車は静か。嬉しそうな顔してグリーン車言うてますけど、グリーン車ないし。すみません。お医者さんは風がきつくてすごかったですけど、行けてよかったです。